こんばんは木曜言のアリーナ、えー、司会の宇佐美です、えー、アシスタントの海老沢です、えー、この番組はソリトンシステムズのスタジオからお送りしています言えましたねーた <laughs> <laughs> いつもこの一行がすごくークプレッシャーなんですけど <laughs> 大丈夫でした本当よ,よかった、えー、今日のテーマなんですけど、まあ、国民投票法と憲法改正ということで結構また重厚なテーマで、えー、今参議院で審議されてるのかなあの国民投票法 これあの国民投票法っていうんですけど、まあ、正式には日本国憲法の改正手続きに関する法律ということでこの法律取ると、まあ、憲法改正の、まあ、大体の手続きが決まるので,決まるのでいよいよ憲法改正について議論が始まるということで、まあ、これを機に1回憲法改正について考えてみようということでこのテーマを選びましたで、まあ、ちょっと憲法改正ってなると、まあ、国民レベルの議論でどうしても日本って 政治と国民の距離は遠いとかあるので、まあ、ちょっとアメリカに。まあ、ちょっとすんで、アメリカに一年間留学してて、で、そこで、まあ。政治と国民の距離が近いこと、を感銘を受けて、で、日本でも、まあ、そういう。活動している青木大和君をゲストに呼んでいます。挨拶だけ。あ、こんにちは。<laughs> よろしくお願いします。二十 <laughs> 歳です。二十歳に見えないですけどね。二十歳。二十歳ちょっと、じゃあ、あの、今、ざくっと話しちゃいましたけど、じゃ、青木大和君の。 ではあの私の方から簡単に紹介をさせていただきます。八木、はい、さんは選挙権を得たばかりの20歳、はい、今あの慶応大学法学部の2年生ですよね。はい。はい、あの15歳の時にアメリカに留学されて、はい、オバマさんのあの政権の誕生っていうのを目の当たりにされて、でその政治の変革にとても感動をされて、はいま、帰国後あのあの10代の人にもっとあの政治に興味を持ってもらいたいと思って、なんか僕らの一歩が 日本を変えるという団体を立ち上げられました。はい、なんかね、あの今話題になっているのが高校生100人を集めて、まあ国会に集まって、はい、国会議員の方とまあ社会問題についてまあ一日討論したりとか、うん、まあそういう活動を今されています。はい、青木さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。ま,すまあじゃあそういうところで、まあ一回ちょっとここであのまあ仮に国民投票法が成立して、じこれからどういうスケジュール感でまあ憲法改正が 行われていく、目処が立っているのかと、多分憲法改正。このまま行けば行われるんですけど、どういうふうなスケジュール感で行われるかということを。ちょっと、あの、皆さんにお示ししたいと思います。じゃ、ちょっと十二番。はい、十二番お願いします。はい、えー、まあ、順当にいけば。 2016年の衆参同時選挙で憲法改正が問われておそらく18年には憲法改正という運びになる見通しですこの憲法改正は日本初ということでやはり全国民が真剣に考えて関わっていくことになると思いますすそうです、まあ、予定だと一応2016年7月に参議院があって、はい、2016年12月に衆議院選挙はあるんですけど、まあ、これが別々に行われる可能性はまあ まあ同時選挙ってすごい公明党が嫌そうか総会会嫌がるので選挙名簿の割り振りの問題で嫌がるのでちょっといろいろあるんですけど、はい、まあ一応安倍さんがか多分ここで衆参同時選挙でまあ憲法改正論点にしようとしているんじゃないかなというふうなことがまあ一応永田町霞が関海外ではまあ一般的に言われているという感じですね。でそれでまああの2018年頃に 2014年に今の、国民投票法を成立したんですけど、いろいろとその投票年齢の整理っていうのが、今一応、20歳以上が選挙権を持ってますけど、18歳以下でもいろいろできるようにっていう、まあ、18歳以下じゃないか、18歳から国民投票に参加できるようにっていう議論の整理が行われるので、まあ、2018年ぐらいに、まあ、多分憲法改正があるんじゃないかなと。 見込まれます、はい、じゃあ具体的にどういう手続きが必要なのかというのも簡単に流れを見ていきたいと思いますまずです、ね、国会議員衆議院100人以上参議院50人以上の賛成で憲法改正案の原案が発議されますそして憲法審査会で審査の後衆議院参議院それぞれの本会議で三分の二以上の賛成で可決がされると 国会が憲法改正の発議を行って国民に提案したものとされますそしていよいよ国民投票投票総数の過半数で可決がされますさすがアナウンサーのようなう素晴らしい滑舌で <laughs> <laughs> そうですねまあこういう感じで本当に多分憲法改正がこのまますごい不況とかまあすごい事件が行われなければまあ多分 憲法改正が行われるということでまあ憲法改正の中で国民投票っていうことがあるわけですけど、まあ、普通選挙って、まあ、5割も投票率がいけばいいほうなんでさすがに憲法改正となると、まあ、別に政権変わっても直接的にすぐに我々に影響するってわけじゃないですけど、うん、憲法改正の場合直接的に、まあ、国の、まあ、何十年にも及ぶ機構が変わるわけなんで、まあ、ここはその議論が盛り上がってもらわないと。 困るしもう国民も後から <laughs> 憲法改正投票してないからそりゃないよみたいなことは通じないのでこれから4年ぐらいかけてきちっとその憲法とか、うん、政治に関してあの国民が参加するような仕組みを作っていきましょうっていうことが結構国,国会で今議論になっていて憲法教育だとか政治教育みたいなことは言われてるわけですけど実際にその日本だと憲法改正っていうのがまあ初めてなので。 あんまり実感が湧かないんですけど、まあ、今これまで何回も憲法を改正してて、でまあ、本当に国民が野球チームに,参加にも応援するみたいな感じで、まあ、政治に参加しているアメリカというのが、まあ、どういう感じで政治教育が行われているのかということを、ちょっと若干、二十歳、青木山と大先生にご講義いただければということで、<laughs> お願いします。スライドかからあ2か2からお願いいしますはい アメリカのことについて意外と知らない人も多かったりとか日本の中でも今、選挙権だったり国民投票法の兼ね合いで年齢が下がろうというところでそういう話を中心にただ、そういうのはネット調べれば出てくると思うので僕自身の経験だったりとか僕自身がアメリカにいた時に感じたことを少しお話しさせていただければなと思います。これ見ての通り まあアメリカはまあ選挙権18歳でまあこれは選挙権世界見ていくとほとんどがまあ18歳であるのでまあ日本だけが20歳でまあ9割近くがもう世界の9割近くが選挙権年齢は18歳であるということをま,あまず前提としてお話しできればなというふうに18歳ってじゃあ高3からも選挙行くそうですねアメリカの,とかの場合はもう高校3年生の時点でまあ選挙に行くっていう人は多くてまあそこがなんかこう今 まあ選挙権年齢が18歳に下がろうとしていて、うん、まあ今回このまあ国民投票法の話でまあ18歳に下げて果たしてまあ世界だと18歳がスタンダードだけどこう日本の高校生に選挙権与えて大丈夫なのかみたいなことすごい政治家の人とかまあメディアの人とかから言われるんですけどまあ僕自身はこう1つ投票率とか今はすごい若い人低いんですけどそういう問題がこの18歳になるのが1つ解決策になるのかなと思っていてその要因としてはこう。 18歳って実は二十歳よりも政治とかに接する機会が多いのかなと思っていて例えば大学今僕法学部行ってるので政治について触れること多いんですけど例えば他の学社会学部だったりとか経営学部とか行くと政治の授業を取る機会って1回もないんですよね大学入ると。までももああれだもんね確かにさあの <laughs> まあ俺の高校時代の話すると、はい、まあ教師って政治すごい好きだから、はい、まあやったら政治的なこと言ってくるしね俺の高校の教師なんてもうバリバリ日教祖で歴史の教師とかがもうなんか日本の政治犯罪で見てみたいなのを毎週毎週見せてきてそれはやっぱ最後に染まったよねある意味政治教育だけどさバランスが取れてなかったね日本の場合、うん、そんなの影響もきっとあるんだろうね18歳怖いって言ってるのは日本の。うん まあでもやっぱり学校の中でこう授業を受けている状態でこう授業の中でクラスの中でこう選挙行くことかが出てくるんですよ。なんかそうすると実際にお前、選挙行ったのかいみたいなどうだったみたいな話にはなるのかなと思っててこう今のだとまあ18歳20歳なのでそういう話って学校の中だと絶対生まれないじゃないですか。か僕は18に下がるとこう高校の中でそういう話が生まれるのかなと思っていてなんか実際、高校でどんなことを行われていたかってお願いしですえっと これ日本での写真なんですけどアメリカとかだと、まあ、こう若い人に対してこう政治っていうものをすごい身近に感じたりとか、まあ、学ぶような環境っていうのが整っているなという,ふうに思っていましてアメリカだとこの政治教育っていうものの一つの一環として未成年模擬選挙っていうものが行われてます。で選挙権って まあアメリカだと18で日本だと20歳なんですけどその選挙権未来の有権者になる子たちに対しても選挙と同時に横に投票箱を置いてじゃあ君たちもし選挙権を持ったらどうしますかみたいなことを行っていてでアメリカだともうこれが授業の一環として取り入れられているので大体1回の選挙で全米300万人ぐらいのもう選挙権のない若者が一票投じてるんですよね。そそれ普通ににに公公的的機機関関が横横置置いいいてののののももううううたりととかああ学校 主催してくださいって言われていてうそういうの全米で行われていてそれ全然違うね日本ともう全然違いますねでも,もうこの写真はあいいですかこの写真はえっと自分たちが、えー、この間の2012年の冬の、うん 衆議院選挙の時に行わせていただいたんですけど、実際に僕たちは学校ではなかなか学校にやらせてくださいって言ったんですけど、学校で政治なんてできるわけねえだろって言われて、そういう中で、じゃあもう僕たち渋谷のハチ公前に立ちますって言って、2週間ぐらい立ち続けて、iPad でワンクリックで投票してもらってたんですけど、それでもやっぱり日本だとまだ1万票ぐらいしかいかなくて、アメリカだと300万票なので、こういうところから、 まあ、若いうちからこう政治に触れたりとか、うん、自分の一票をしっかり入れることを考えるっていう経験が、まあ、日本とアメリカだと圧倒的な違いはあるのかなというふうには感じましたね。ねはい、では次のページに。でこれも結構アメリカの象徴的な、うん、まあ絵だなと思うんですけど僕アメリカに今15歳の頃から留学したんですけど、うん、一番びっくりしたのはこう日本だと政治の話なんてできなくても。 会話に入れてくるじゃないですか一番びっくりしたのがスポーツと政治の話ができないと昼休みランチの仲間に入れてもらえないんですよ。お前なんか政治の話もできねえのかよみたいなこんな当たり前じゃないかみたいに言われて女子も女子もスポーツの話とかすごい得意だったんで野球の話とかアメフトの話とかアイスホッケーの話とかよくしてたんですけど急に政治の話になった途端にそういえば君日本から来てる留学生だよねみたいな。 なんか日本の政治ってどうなってるのとか聞かれて、うん、考えたことなかったなと思って、えーえー、じゃあおじさんは実際にアメリカに行くまではそんなにその政治っていうものに興味は、はい、興味自体はあったんですけどそんな詳しくもないし、うん、なんか日本で政治のこと話してるやつってなんかオタクじゃないですか確かにだからこうなんか話しちゃいけないみたいなイメージも自分の中であって、うん、でもアメリカ行った時にえー、なんかお前そんなことも知らないのみたいなことを言われた時にあ,あ これがなんかスタンダードなのかなと思ってそれは結構衝撃を受けましたねそうだよね日本だと政治について話すやつなんかダサいやつだよね逆にねあの芸能人なんかでも政治の話とか誰か応援しますって言ったらもう番組下ろされちゃったりとかろされちゃいますモデルさんなんかもねやっぱり政治色出しちゃうと仕事が来なかったりとかしますからねでもやっぱりアメリカのオバマ選挙の時とかこうハリウッドスターが CM に出てきて私はオバマを支援してますって堂々というわけじゃないですか本当あそうですよ本当にジョージ・クルーニーとかが出てきて 確かジョージクリンーリーだと思うんですけど私はもうオバマをずっと支援しているってことを CM とかで堂々と言うんですよだから、なんだろうこのいけてる俳優とかがそういうことを言うってことは<ー>若い子たちもなんかそういうのをもう日々考えないといけないっていうのがスタンダードになってて<ー>それはもうどえらい衝撃でしたね。なるほど、ね、はい<で> でこの写真とかももうそれの象徴的で、うん、初めて行ったクラスで、うん、あの21世紀の歴史っていう授業をなんか撮らされて、うんでまあ、入ったんですよ。それ高校生でしょ入ったら、うん、こうなんかいきなり日本みたいに、まあ、みんな座って先生の話聞くかと思ってたんですよ。うん、初回の授業でこの写真のようにこう丸く座らされて「昨日、うん、どっか座ってよ」って言われて。うん、で初めに まずオバマのスピーチが見せられたんですよ見せられてこれについて賛成か反対かじゃあ半分に分かれてくださいってこれも向こう側とこっち側にきれいに分かれてるんですけど共和党か民主党かみたいなのが分かれてじゃあ早速もうディスカッション始めてって先生に言われてやっぱりみんな共和党か民主党もうそのやっぱりなんだろうもうどっちかしかないんでみんなもうどっちかっていう感じですね。話してててっっ言われ英語もでできなかたの yes 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 みたいなことっ言って <laughs> それお前は何か主張がないのかみたいなこと言われて <laughs> 結構辛かったです、ね、初め民主党と共和党ってなんかその日本だったら自民党を支援してるけど、まあ、その時々民主党に行ったりここ、はい、を買うじゃない、うん、アメリカはそうじゃないのやっぱりこう家計のもう歴史的なものとか受け継がれてるものみたいなのがあるので、うん、比較的 こう転った変わるってことは意外とないのかなと思いますね。もう共和党の家系はずっと共和党で、うん、民主党の家系はずっと民主党でっていうイメージは僕感じますね。代々巨人ファンとか、いやもうまさにそういう感じ、うん、そういう感じがあるんですね、はい、政治にも。うん、なるほどね。なんか親巨人ファンで息子阪神ファンになるってそうないじゃないですか。うん、そういう感じですね、本当。へえ<ー>。分かりやすいかもしれない<もう>。<laughs> なんか日本みたいにとととなんとななんくく自民党が強いいかそういう感じじゃなくてでもなんかすごい僕の友達の家庭の話とか聞いてて面白かったのは、うんうん、父が民主党支持者で母共和党支持者みたいなそうすると選挙の前になると、うん、こう夕飯アメリカってもうみんな6時とかに 会社終わわって帰るわけなんですよ、うん、それでか夕飯は家族全員で食べるっていうのがもう、まあ、スタンダードでそうするとこう家族で夕飯食べてる時にバチバチしすらしいんですよ。えー、でそれはなんか息子は聞いて、うん、あでもこうやってなんか両親もしっかり意見をぶつけ合って、うんうん、話し合う中で投票する先決めてるんだなみたいな息子も感じてみてですそうするとたまに「お前はどう思ってんだよ」とかこう、うん、親父とかから振られて「いやちょっと俺は」みたいな感じになってそういうの聞くと。 でされてるなぁと思いましたね、うん、政治に関心を持つ意味で、本当に大事だと思います、はいまあ、愛国心強いからね、アメリカ、うん、愛国心強いですね。なんかさ、なんかいろいろとその海外と交渉する中でさ、はい、新興国って、もともとね、なんか官僚時代にね、海外と交渉するときに、新興国って愛国心強いんだよ。うん、で欧米ってね、ようそんなあるわけじゃないんだけど、うん、まあまあ、なんかこう。 まあ、政治には参加しないといけないよね。みたいな。そういう雰囲気なんだけど、アメリカっては新興国並みに強いんだよね。いや、もうすごいですね。あ、なんでなの。なんかこう。僕アメリカ行ってもう宗教かと思う。ぐらい。初め衝撃受けたのがアメリカの学校ってこうまあ教室入るとどの教室にも必ず。 国旗が掲げてあるんですよ、うん、教室の隅っこに日本だとありえないじゃないですか、うん、日本国旗が教室の端っこにあるなんだって、うん、アメリカってもうあれがあるわけなんですよ、うん、でそれでこう授業がまあ大体9時ぐらいから始まるんですけど初、うん、め切りつけをつけれみたいな感じで日本だと始まるんですけど、うん、アメリカってまず校内放送で、うん、じゃあ全員あの立ってくださいみたいなのが言われて、うん、それでこう誓いの言葉みたいなのを やらされるわけなんですよお何言うの近い言葉で。ちょっと長くなるんですけど、英語で言うと、うん、I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the public for which stand one nation under God, indivisible and liberty and justice for all.、うん、っていうのを毎朝言わされるわけなんですよ。だから僕とかもう1年間しかいなかったのにもうなんかいまだに言えって言われたら言えちゃうぐらい。うん、でなんか僕とか普通にやってたんですよ。なんかよくわかんない。どういう意味なんかまあアメリカへの、こうなんだろう、先祖代々受け継いでくれたこのアメリカに対する誓いを。 出してみたいなそれでまあこうより良いこれからの未来をまあ作っていこうみたいなまあなんだろうどちらかっていうとまあアメリカへの愛みたいな、うん、まあそういうフレーズを本当にまに毎朝みんな言わされてて何歳ぐらいから多分幼稚園ぐらいから言わされてんだと思いますね僕は15歳で行ってもうそれはもうみんな当たり前だったのでうん、うん、みんな言うんだいやでも中にこれはアメリカのなんかやっぱ自由だなって思ったのが、うん、強制じゃないんですよ、うん、だからこう立つ子もいれば座ってる子もいて何パーぐらい でも9割ぐらい経ってましたね僕の学校は<ー>で僕いたところやっぱりあのシカゴよりさらに南のあ北の北部で、うん、どちらかというとこう白人だったりとか、うん、ドイツからの移民が多い地域だったので、うん、そこでまあ9割なんでやっぱり南部とか行くと、うん、まあもう少し比率は落ちてくるのかなとは思うんですけどなるほどねはい<ー>まあでも先生でも言う人いたり言,言わない人いたりとか<ー>でまあ生徒はもちろん言ったり言わなかったりなんで俺が高校時代とかだったら考えられなかったね そうですね、本当国旗とか悪いものと俺なんか結構複雑でさ、はい、靖国神社の、ま、から、ま、徒歩1分前の高校にいたんだけど、はいま、キリスト教高校で、はい、でも,も面白くて校長が、ま、キリスト教を一応キリスト教の、ま、牧師のはずなんだけど。 なぜかね毎朝靖国神社に行くっていうので八百万と一心境ってどうやって本人の中で同一させるか分からなかったんだけど校長はなんか、ね、やったらねあのー、まあそういうのも大事だみたいな、はい、靖国神社みたいなこれから日本のまあ国ーとかね愛国心大事だとか言うんだけど、うん、授業に行くとなんか歴史の教先生とかがもう日本は本当に悪いことしたからとんでもないですよだお前らみたいなことを言われて何とも言えない環境教ったね。そうでうそうそうさんコメントで、うん、行政って 書いてたんですけどあ。あ、そう、ジャスト行政、行政,行政高校、行政高校。本当。いや、複雑だったんですよ。右翼のキリスト教育。<laughs> 新庄のなんか。<laughs> 校長先生っていうので。いや、まあ。結構やっぱ。そういうなんかこう。教育はバラバラになってるわけじゃなくて。はいまあ、ある程度、きちっと、その、体系がされてるんだよね。政治、ね、教育っていうのは、まあ、日本と違って。日本はたらま、教師ね、やりたい放題だからね。そう、まさに、そうですね。はあ、まあ、そこんとか。 まあね、よくも悪くもまあ日教祖じゃないけどまあ教員組合の自由にやってるところを立て直して、まあ、行かないといけないっていうのはあるかもしれなないねなんかやっぱりアメリカ住んでた時感じたのがこう、うん、アメリカに対するこう忠誠心だったりとか愛国心をやっぱかっこいいみたいな文化をうまく作り上げられてるなと思って今の学教室内の一例なんですけど、うん、僕たちがすごい友達とか見せてかっこいいなと思ったのは、うん、スポーツの試合の前は。 必ずこう「o、oh, s a c a n y u s e e っていうのがあるわけなんですよ。でそれをこうもうみんなアメフトの試合の前でヘルメット取って横に持って胸に手当ててビシッと並んでそれがもう両チーム並んで行われるわけなんですよ。で野球の試合の前とかもこうセンターのところに国旗がこう上がってくる中でみんな帽子取って一人一人まず名前呼ばれて出てきて綺麗に並んでもう国際大会みたいなのがもう中学生高校生から当たり前に。 何てて<ー>だろうもう国歌を歌うだったりとか<ー>そこの国っていうものがある中でスポーツもできてるし<ー>なんか自分たちが生かされてるっていうところが。 完璧にされててるななと思っそこんだねだから政治教育ってそ個別に何条はどうとか憲法はどうとか国会はどうとかそういうことじゃなくてそういうことじゃないですよこの国好きだからこの国のこと考えようみたいなのがやっぱしっかりしてんだねいや超しっかりしてましたねだから僕たちはもう1年間いただけるなんかアメリカやっぱかっけえなとかやっぱ思うわけですよそういうの見てくれと1年間で思いました結構だからますなんかこうそれにさこう社会のコンセンサスもあってやっぱ 日本とちょっと報道も違うわけでしょ、はっきり言うわけでしょ、民主党を支持してますか、共和党支持してますとか、やっぱ日本中途半端に中立だからね、それよくないよね、で中立じゃないからね、事実ね、どっちかつら、最近変わったけど、偏ってたからね、野党寄りにね、やっぱ俺なんか思うけど、日本だと政治に興味ある人って、あのまあなんかこう、一生懸命勉強してる人たちで、その人たちがまあ東大入って官僚になって、官僚に政治任せ気になるみたいな、そういうパターンだから、そういうのやっぱかわい。 変えていかないといけないよね。そうですね。こんだけちょっとまあその政治政治に参加するっていうことについてまあちょっとはじめ議論しましたけども。スライドもう一度残ってませんでしたっけあ、そそかそっかもう一個。<laughs> まあ,あ最後の一枚なんですけど、ねこういうのもやっぱりアメリカすごいきっちりしてるなと思うのが、うん、こう実際にまあこれは僕ネットから取ってきた写真なんですけど。うん こう地元選出の議員さんがこう教室に来るみたいな企画が毎年あるんですよ。うん、でこう実際に教室に来て結構批判的な子は意外と批判的なことをーっとリズムで言ったりしてでこうなんだろう実際に会うっていうことがすごい若い子にとっては大事な経験だなと思っていて身近に感じますよね。日本ってこう政治家見る時って選挙の時の街頭演説だけじゃないですか。 学校にしてもさ、なんか物言っちゃいけないよね。そうなんですよ。なんかあすごいすごいすごいになんなきゃいけないから。自分の意見はね、なるべく言わないっていうのが美徳とされるところなんですかね。でも議員さんももうバンバン言ってくれみたいな感じで来るんですよ。みんなの声聞きたいしみたいな。でこう今のオバマさんみたいにこうシャツの腕まくってとかもうポロシャツとかで来る人とかもいて、そういうのを見たときにあなんか身近だなと思ったし。 まあ、ちなみに今の,あの写真の裏に書いたのは「私の一番好きな動物はキリンです」っていう <laughs> <laughs> 何にも政治と関係ないことなんですよね <laughs>。<laughs> <laughs> そう。ませんじゃあちょっと、まあ、あの政治参加について憲法改正ってことで、まあ、あの国民にもすごく関係ないので政治参加ってもについて前半考えましたけど、まあ、後半ちょっとあのじゃあ実際憲法改正する論点っていうのはどういうものがあるかっていうことについて、まあ、ちょっとあの考えていきたいと思います。ということで、まあ、スライド6番お願いします。 えーまあ、その自民党のけが、まあ、2012年に憲法改正案というのを出してまして、まあ、その憲法改正案の大きなポイントっていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、今回、3つ取り上げてみたいと思います。でまあ、一つは国防軍の設立、まあ、これ、憲法9条改正関係ですね、次は緊急事態条項っていうので、まあ、これは全くの新設で出来上がった、なかなか激烈な条項です。 で、まあ、この最後は憲法改正要件の緩和っていうので、まあ、さっき言ったようなかなか日本と憲法改正するの難しいので、まあ、それをどうやって和らげるかっていうようなことをという改正です、で、まあ、ちょっと皆さんにちょこちょこその賛成、反対っいうことを、まあ、アンケート取れればなあと思ってます。ということで、まあ、1個目、まあ、国防軍の設立についてなんですけど国防軍って響きはすごいよね。ここれれ宇佐美さんと聞きたいのが、うんこれ 国防軍って自衛今の自衛隊を国防軍にするんですかそうですね、あまあ、ちょっと次の条文見ていただきたいと思うんですけど、ちょっと薄くてあれなんですけど、まあ、読み上げちゃうと、まあ憲,まあ、憲法あ、読み上げなくてもいいか、まあ、憲法9条の改正なんですけど、うんうん、憲法9条って1項と2項からできてるんですね、うんうん、一番の改正なしって書いたのは憲法9条の条文で。うんうん で2個のほうが、まああのまあ、一応、自民党の解散では削除ということを予定としているもので、まあ、これは、まあ、あの国の構成権はこれを認めないとか、陸海軍はその他戦力はこれを保持しないということで、まあ、軍,軍隊を持たないよということを、まあ、言ってるんですけど、一応、全行の目的を達するためっていうのがあるので、まあ、それ以外の理由だったら、まあ、軍隊持っていいっていうような解釈が働いて、今、自衛隊っていうのがあると。で、まあ、それがちょっとまあ、なとでも読みようのある条文なんですね、ここ憲法9条って。 で自衛隊っていうのはまあ軍であるということを発揮させよというのは国防軍の設立っていうもんですね。いや間違いなく軍隊ですよね。なんかまあ世界でまあ軍隊じゃないと思っているのは、うんうん、まあ日本人のごく一部だけなんで <laughs> そうですよね。うん、まあ、うん、世界でも最強クラスの軍隊ですからね。うん、日本の国防費って年間5兆円ですから、うん、まあ世界でベスト5に常に入ってるんで。うん、じゃ今の自衛隊をまあ国防軍というふうにこうよ読み換えるというかそういう。 そうですねだから仮に今の、あのー、安倍政権で解釈集団的自衛権の解釈会見は議論されていてうん、うん、あれが本当に実現したら、あのーまあ、こ,れこの条文ができたかといって何か変わるわけじゃないとうん、うん、何も変わらずにただ単にその、まあ、条文を現状に一致させるという改正なんですよね。うん 憲法,を変え憲法9条自体が縛りになっているというのは、まあ、今のところ集団的自衛権を認めないというところなので、うん、まあ集団的自衛権の縛りがなくなったら、ほとんどもう、あのーまああろまあ、変えようが、変えまいがそんなに変わらないんですけど、まあ、そもそもまあ法解釈が一体、<laughs> まあ安定しないというのは一番良くないので、まあ、それを明確にしようという改正ですねこ。これは賛成ですかかじゃあ大和から そうですね。まあ、アメリカに行った時とか、うん、あの、すごい。なんだろう。もうジャパニーズアーミーみたいな感じで言われるで。<laughs> まあ、そういう捉え方なんですよね。うん、なんか、そういうのを考えた時に。なんだろう。まあ、僕自身は、まあ、反対ですかね。反対。はい。ああ、救助を開始しない方がいい。救助を開始しない方がいいかなと思いますね。それはどういう、どういう理由で。なんて言うんですかね。こう。なんか、僕たち自身として、すごい不安にあるのが、うん、国防軍になった時に。うん こうまあいつ戦争がまた起きるかわからないわけじゃないですか、うん、まあその時にかこう駆り出されるのってまあ若い人たちからじゃないですか <laughs>、うん、だからなんかそうするとこう自動的にまあ僕たちがいきなりまあ駆り出される可能性はあるわけじゃないですか、うん、なんかそういうのに対する不安はすごいありますよね、うん、だからこの話ってすごいあの他の政治の話に比べて高校生とか結構教室とからみんなしてたんですよで、うん、俺ら駆り出されんじゃねえのかみたいな,、うん、なんかそういうのへの不安は若い人は結構多くて、うん、若い人の多く 大多多数結構反対してる人いいと思いますね、うん、すさんそうですね私もこれはもうなんだろう本当にまあ難しいといえばすごく難しい問題だし、うん、あのもっと本当は深く深くちょっと勉強してから答えるべきかもしれないんだけれども、うん、まあどちらかというと賛成かな、うんまああの自衛隊はやっぱり間違いなくうん。うん 軍ですよね <laughs> <laughs>、うん。まあその建前というかその言葉遊びというか、まあそれだったらもうしっかりわかりやすいようにあのまあ明文化しちゃった方がいいんじゃないかなというふうには思います。小谷、うん、さんはどうですか？まあ,あ僕は賛成で、な、うん何でかっていうと、今の戦争って、うん、今の兵器ってとても一般国民が使えるもんじゃないんだよね。うん、だから音速で飛ぶミサイルとか <laughs> ね、ねそんなあとなんかこうあの。 まあ、正確に1ミリ単位で制御して、うんまあ、当てるミサイルとかさあとなんかこうなんだろうな、まあ、戦車でも,も,うもう情報もうすもう IT 技術は詰め込んでどレーダーがすごくて、うん、どこに何がいるか,とか何キロ単位で分かるとかそういう兵器だから普通の人は使えないんだ,よ、ねうん、だから徴兵しても普通の人が使える兵器ってもうないから,、うん、から徴兵されるみたいなことはない。いもう あんんまり意味ないんだよね<ー>だ徴兵制ってほとんど意味なくなってて<ー>戦争ってプロがやるもんみたいになってるからアメリカ、まあ、陸軍はちょっと別だけどでも陸軍でもやっぱりその今局所的に攻め込んでもうすべて終わるみたいな感じで、うん、でもだ,だなんかその核弾道ミサイルとか持ってたらさ、うん、それそれでも戦争終わっちゃうからさ、うん、いくらこうなんか何万人動員しようがね,そうすねだからプロ戦争ってプロがやるもんになってるから、うん、まあちょっとこう結構そういう意味じゃ あのー、そのプロの制約になってるっていうのが今の条文だから、うん、俺ら自身に直接的な影響がもちろんあるとは思うけど、うん、あるとは思うけど、もうそなんかす,ぐにすぐに俺らが戦争の最前線に行くとか、そういうことは起きないん、ね、だって、そもそも兵器使えないからね、うん、今の兵器で。役に立たないから、足引っ張るだけだから。うん、から結構、今、そういう意味では、もう俺らはその反対じゃない、まあ今、要はこれ、現状に。 条文を一致させるってことだから、うん、個人的には反対じゃないんですけどっていうようなことを踏まえて、まあ、皆さんちょっとこう九条改正、うん、国防軍設立、ね、賛成反対っていうのを聞いてみたいと思います、うん、ということでどうでしょうねこの番組見てる方だと割と賛成が多いのかな分かんないよね,いねこれ結構割れるからねらいます、うん、賛成が賛成7でどうでしょうか、うん だから現状変えるもんじゃないんだよね基本的にはー<ー>おーすごい <laughs> すごいピンポイントながったなった7三だ <laughs> 本当に7三だ、うん、でも三反対いるって結構重要なことだよね、うんうん、やっぱ俺9一ぐらいにならないとやっぱ9条って改正するのきつい気がするしね、うんうん、あまあでもやっぱりね、まあ、個人的に思うのはあのまあ日本って日米同盟で守られてるから、はいうん で日米同盟ってみんな言わないんだけどあんま政治家は説明しないんだけど、うん、日米同盟の対象って世界なんだよね日本じゃないんだよね世界を日本とアメリカで一緒に守りましょうって同盟になってて内容が、はい、でそれいう同盟結んでおいてやっぱこの日本だけ対象に、まあ、自衛隊っていうのはさすがにもう無茶があるから、うん、まあそうそろそろその現実に。 まあ政治家がそれ言ってこなかったっていう問題あるんだけど、うん、もうそうなって、もう条約もそうなってるし、ね、世界的に日本はそういうふうに見なされてるから、うん、まここでいきなり、まあ、もう、もはや下げられない状態には来てるよね、うん、ちゃんと丁寧に説明することは必要だと思うけどね、うん、なんか9畳お花畑とか言っ,てるわ言っちゃいけなくて。<laughs> <laughs> そういう時代はもう終わってしまったってことを丁寧にもう説明するしかないと思うんだよね。今まではこれで良かったのかもしれないんだけれどもでもやっぱり私はもう単純に自分の国は自分で守りたいし自分の家庭は自分で守りたいしっていうところですね。またねそこがねまたそこも違って申し訳ないですけど自分の国を自分で守るのはむっなんですよ。 がまあなんとか自衛を保てているのでそのイージス艦システムとかあとなんかミサイル防衛システムとか日本が一番初めに導入されたしそれでアクセスできる国ってほとんどなくてだから日米英っていうのでまあアメリカ中心にそのヨーロッパ側は英国が中心で,でアジア側は日本中心でそれで世界の秩序を維持するっていうのがアメリカの戦略でそこにもどっぷり日本使ってるからだからもうそこからねまあ外れられなくて。でまあ 自分の国は自分でまだ無理でやっぱアメリカの、うん、まあ力借りないと無茶ってとこあるから、うん、まあそこの認識もちゃんとね、まあ、持たなきゃいけないんだよね、うん、もうどっぷり使っちゃってるからさ、うん、じゃ次、ちょっとまああの他の,、まあの国防軍の次どういうような改正が予定されているのかっていうことで次で、まあ、緊急事態の内閣の協給を認めるというので、まあ、これが、ねうん、激烈な条項なんですよ、かなり。うん、では、まあ、緊急事態には、うん 総理大臣が法律と同じレベルの命令を出すことができるということで、まあ、条文を読んじゃいますと、まあ、一部省略してるん,んですけど、内閣総理大臣は緊急事態において、閣議にかけて緊急事態の宣言を発することができると、だから98条で、次、99条で、緊急事態の宣言が発生られたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるということで、国会の審議なく、なく法律が作れるようになるんですよ。 すすごい重要ですよね、うん、これ結構すごい話だと思ってて、うん、決定するところに試験があるんですもんねだから、うん、そうなんですよ、ね、でまあこれ、まあ、とりあえずこれ読んでどう思うかってことをじゃまずヤマから <laughs> いやもう普通信じられないですね怖いよな <laughs> いや怖いですね何でもありになっちゃいますからねうこう言ってしまうとう、はい、ただその緊急事態っていうのが 何を緊急事態とするのかって話ですよね条文だと自然的災害あとんか内乱外国からの武力攻撃とか中国とか内乱の定義とか難しいですよね例えば国会前デモとかが内乱と判断して制圧みたいな感じでまあありえないと思うんですけどでもありえないか分かんないもんね分かんないですよね なんか、そう、ど、どういうのが、ちょっと想定しているのかっていうのが、まあ、それもあるんですけどね。いや、でも、やっぱり、主権がどこにあるかっていうことにも、関わってくるので、これ、ちょっと難しいですね。うん、海佐さんは、どうですか。いや、うーん。これが賛成が反対かってことですか。賛成か反対か、どっちかって言ったら。どっちかって言ったら。いやー、これ、難しいな。う うんどっちかって言ったら、まあし,まあ、しょうがないのかなというところもありますし<ー>実際、本当にそういう緊急事態の時ってうう法律動向を言ってられない状況になる可能性もあるので致し方ないのかなという気はします、うん、これはあれなんだよねその2011年,2年に出てるから、うん、やっぱ東日本大震災の反省を経てあ<ー>まあこれで出てきたんだけど。うんうんうん これ世界だとこういうアメリカとかってこうですかアメ,アメリカは大統領の権限かなり強いですよね、<う>アメリカは。だから、ね、結構問題がこれ総理大臣なんだよね、それが怖くて総理大臣で直接侵入を受けてるわけじゃないからその人がこういうのを出すっていうのは、うん、出すのにするってかなり怖いよね、うんうん、だからアメリ結構か世界だと大統領,と統領だとありますよね。 そうまあ首相を分けて大統領っていうのはまあ普段形骸化してるけど緊急時だけ活躍するっていうような設計にしている国って多くてでまあ大統領が戒厳令出せるとかだったらまあ大統領と総理大臣は完全に分離しててだったらまあまあありかもしれないなと思うんだけどまあ日本だったらまたこの総理大臣がいてそれが天皇から定下から。 任命されてるっていう形取ってるから、もう大統領ってものを置くとするとどこに置くんだって問題がねあったりしてなかなか難しいんだよね。これちょっと重い重い重いテーマですが。そう。うん。うん、んこういうこう,こういう反対っていうのがちょっとこうえつ、うん、らい文言ですよね、うんうん、これね。これこういう緊急事態に対する、うん、まあこれ備えっていうのは。 必要だと思うそれはまあそうですねまあいつ何があるかわからないですからねこれからまたそうだよねまたいきなり尖閣占領されるかもしれないしいや本当そうですね思ってる以上にね本当に今やばいかもしれないですからねまたちょこれちょっとねまあ個人的には怖いかなって気がするよね内閣総理大臣にこんだけの権限がないんと日本ってやっぱ内閣総理大臣が仕切ってるわけで安倍政権とか小泉政権でけるな例で 内閣総理大臣の裏になんかよくわからない権力機構があって、<laughs> <laughs> 独自の判断してるわけじゃないからね、うんうん、そういう意味で、まあ、結構、個人的には僕、ま、はあ、怖いと思っていて、これに、まあ、総理大臣が出すことができるってことのに関しては、みんな反対って感じいや、もう怖いですね、反対ですね。うんまあ、ちょっと本当にです、ね、その時の総理大臣がどういう人なのかって。 危険でもいいです賛成危険反対でじゃあちょっとこれはわからないということで皆さんどういう感じなんですかそうですね、うん、じゃあこれじゃあちょっと三択言っていいですかそうで、ん、すねじゃあこれよろしくお願いします皆さんどうますから、ね、いやもう結構この番組の視聴者はねあ、うん、でもレベル高いです。視聴する視聴する視聴者だよじゃあ2あまあでもそれでもこれ まあ3がね2二6 2 2 6 2お願いします342、うん、あ<ー>でも若干やっぱりちょっと反対が多い、はい、そうね賛成反対も拮抗してるね、うん、えー、意外と賛成多いんですねまあ確かに緊急事態何もないってのは怖いからね311とか見てるとやっぱりそういうの感じますよねでもこれねいつ撤回されるか分かんないからこのまま改憲令っ10年間が 解除されないとかかあったからあ<ー>まあ結構怖さはあるけどね、まあこ,れまあ、これが本当に出るか分かんないけどね、うんまあ、とりあえず自民党の改正案には入っているってことで、うん、で、まあ、次いきましょう最後に最後もう一つ憲法の改正要件を軽くするっていうことで、まあ、今のところはさっき海老沢さんから質問があったように、うん、両議員の3分のの賛成で改正ってなる,、うん、なるんですけどこれからあ自民党の改正案では両議員の過半数の賛成で改正っていうことで えーまあ、もうちょっと憲法というのを改正しやすくしましょうということが、まあ、議論になっています。で、まあ、日本は結構きびもちろん厳しい方であって改正で、うん、アメリカだったりすると確か4分の3かなんかで改正なんだけど、うん、賛成でもまあ国民投票がないっていうのがアメリカで,、うん、でフランスだったらもう過半数で通って国民投票で改正っていう感じで、うん、まあ3分の23分の2で 2>、うん さらに国民投票っていうのは多分世界でも最高レベルの改正のしづらさなんですよ。でただまた過半数にするとまあ改正されやすくなりすぎるってところはあるのかもしれないけど、うん、まあその辺ちょっとどうでしょうかカンス、うん、パッといや僕全然3分の2のままでいいと思います、ね、<ー>なんか3分の2も通らなくてもう変えるべきじゃないのかなと。らクリアできるからこそ それだけのこう合意形成が取れるからこそ初めて憲法改正できるのかなと思っててなんか3分の2からまあ過半数にしたところでっていう話でなんかもし安倍さん本当にそれだけ思い持ってるなら3分の2ぐらい悠々と超えるようなところまでしっかりこう準備してほしいかなというふうには僕は思います。うん、なるほど三分のののといいうう今のその決まっった数字っていうのが、うん どういもともとなんかすごく根拠があるっていうことをあの政治学者の方からちょっと聞いたことがあったので,で例えばその本当にものすごく深い根拠があっての3分の2なんであるならばもう少し本当にあの私も含めみんなで考えないといけないことだし、うんうん、でもまあ実際3分の2っていうのはまああの。 実際、改正がちょっとしづらいのはしづらいので、うん、じゃしづらい中でも憲法はもう改正できないものとしていつもその机上の空論で話をするよりも一応まあ変えれるっていう前提で話した方がみんな真剣に考えたりこう真実味が帯びてくるのかなっていうのは思うのでまあどちらかというと賛成です、うん。なんんかか今日曖昧でですすいいいません、うん、<laughs> どちらかというととう賛成です、うん、これ難しいよねね、まあ,あと国民投票が、ねうん あるので、うん、でもさあんまり国民投票たくさんやられても困るよねいや超困りますなんか10年に1回とかでいいいよね <laughs> いや<で>そ,んそうですよ、うん、そんな3年に1回とか考えさせられても、うん、それではそれで困るな、うん、みたいなこう、うん、でなんかやっぱりさ改正半数半数とかと改正してでまだ政権変わってすぐ改正してとかありえるからね国民投票かかるとかね、うん 特に救条みたいなセンシティブにだったら逆ブレしてもおかしくないし俺は個人的には俺ちょっと前まで賛成だったんだけど、えー、よくよく考えたら3分に取れない方がおかしいんじゃないかなと思い始めて、うん、まあこれはこれでいいのかなっていうふうに思い始めて、うん、まあ反対だね。 うん、でも、それもわかり私も揺れますもん。揺れるよね。すごく、あの、その時によって、もう本当に揺れますね。だから、なんか五分の三とかいう政治家もいるみたいですよ。間取っても、五分の三にしようみたいな。フランスは五分の三ですか。そう。だから、まあ。五分、でも、五分の三とか意外でいいんじゃないのかなと思って。そうね。五分。なんか、二分の一はちょっと怖いし。 3分の2だときつすぎるからなんか5分の3って超日本人的発想で <laughs>、うんうん、なんかまあその間でまあみんな,なんか落ち着くんじゃねえのかみたいなあすげえま,ま,まとめてみたい、ね、なんかま,あまとめとこうみたいなすげえ浅くてむかすけど小さんもさんもか5分の3いいんじゃないのみたいな <laughs>、うん、やっぱ5分の3そういうだからさもうちょっと工夫があってもいいのかもしれない,、ね、いそうですよね、うん、なんか2択じゃなくてもう少し選択肢出した中でそうねじゃあ今回3択で,で賛成反対と なんかもう少し5分の3いっとくか賛成 <laughs> 反対5分の3で5分の3、まあ、あえてこの中でどっか選ぶっていうことで皆さんよろしくお願いしますーいやーこれも深いですね今日すごい深いですねテーマがね、まあ、憲法改正の話って深いし面白いよねい面白いし、うん、みんな関係すごかったからね知りバしほでもっと勉強しないとってうんうん思いますね 分の3結構人気になる気がするうん、うん、そんな気がすんね <laughs> 一番人気とかあっておかしくない気がする反対も結構多いと思うけどな5分の3面白いなってコメントあ浅いって <laughs> <laughs> でも浅いけど本質ついてるよね、うん、結構そんな気がするよねはいあっ5分の3意外に少なかった、うん、反対が多いんだやっぱ反対多いですねうん やっぱりなんとなくやっぱ不安っていうのがあるんでしょうね、まあうん、やっぱ正しいよね、3分の2ぐらい、3分の2ぐらい超えてほしいっていう思いはありますよね。そんなに難しくないだって、そうだね、うん、まあで一応、お、ま、そ、あ、らく、まあ、これはでも結構、安倍さん、ケア入ってるから、まあ、憲法改正の話になったら、ここは結構出る,出る話だとう、ね、思うんだけどね。でまあ、他にじゃあ、まあ 自民党改正案以外に今積み残した論点っていうので、まあ、こんな話がありますっていう、まあ、ちょっとしたお話だけなんですけど、まあ、地方文献っていうものはもう完全に自民党の憲法改正案では無視されててこれちょっとまあ,ですよ、ね、あだから今法律が基本的に、うん、まあ中央政府でしか作れなくて、まあ、法律のまあ範囲の中で条例作るっていうのは地方自治体から。 まあちょっとしかも都道府県ってねもはや財政的にも全く自立してないからね本当にこれを体制続けるのかっていうのはまああってまあちょっととはとはいえまあそれでまあこの国統治してるから自民党ってシステムがまあちょっと難しいところあるんだけどもこれは地方分権完全に無視されてる論点ですね自民党解散完全じゃないけどまあほとんど無視されてる論点ですねで、あとは参議院改革で まあねじれ国会みたいなで相当苦しんで、まあ、参議院っていうのがまあ衆議院のまあ劣化カーボンコピーとかいうふうに言われてなんか大安出てくるのかなと思ったら何も出てこなくてでまあ結,構結構アメリカだったら上院と下院って、うん。うん 権限は基本的に一緒なんだけども選出方法は違って、ねうん、ほぼ同じですもんね選ほぼねほぼ同じですもんねアメリカ会員は完全に人口割りで上院は州ごとに平等ということで州ごとに2人ずつっていう感じで出したりまたフランスだったらまあ会員は選挙ででまあ上院まあ元老院ってだけど元老院って名前が私的だよね、うん <laughs> 元老院が地方議会からの推薦で選ぶとか、うん、そういう役割分担があるんだよねその選び方に。うん、日本だったら密院とか名前にしてもいいかも <laughs> しれないけど <laughs> <laughs>、うん、まあこれに,に関して何かこうじゃあ私の場合、まあ、参院のことだったら、うんあのー、そもそも。 こう衆,衆議院の行き過ぎをチェックするはずなのに、うん、もう構造自体が同じになっている段階でもういらないんじゃんって思っちゃいますけど、うんうん、青木さんどうですか <laughs> なんかでも僕のイメージだとなんか意外とうまくいってんのかなと思っててなんか参議院議員のまあ僕のすごいイメージなんですけど、うん。うん 意外とこう分野とかに精通したプロフェッショナルな議員さん多いのかなと思っててそうするとやっぱ解散もないんでこう6年間みっちりまあその分野とかに特化してまあ活動したりとかしっかりまあ準備できるじゃないですか,なんかそういう議員さんをある一定数を見てるとなんかそういう人が全体に行き渡れば参議院って実は意味があるんじゃないのかなと思っていたり。 うん、それね、確かにね、政策管理やって、官僚やってたときに思ったんだけど、政策作るときやっぱりね、相当、この人すげえなって人出てくるんだけど、で,ね、でもやっぱり、ね、投票あの、揉める法案ってあるじゃない、まあね、それは年金とかも一種そうだけど、はいうん、そういう法案になったときにさ、衆議院強いですからね、そ,うでまあ、いやそれは平等なんだよああ衆議院と参議院が。ああそれで、平等、だからねじり国会も置いたんだけど、はい、基本的には平等で、問題は結局その、選ばれるシステムが一緒だから、 国民の,の時に同じ判断なんだよね<ー>だからせっかく知見があってこれは違うということを昨日まで言ってた人もやっぱりなんか,こうなんか流されて<ー>なんかこう、ね、同じような判断しちゃうんだこの衆議院の政、ま、党、あまあ、に従かっていうか,、うん、か結構そこはね本当は俺としてはねむしろここが一番大事なんじゃないかと<ー>やっぱその行政機構国会ってやっぱ意思決定機関だから。はい 改革する時にさ企業のさやっぱ意思決定機関を一番初めにさ議論するじゃない、はい、ここ結構飛ばしてるのは結構参議院改革飛ばしたのはいた、まあ、ひでえんじゃないかなっていう思いはあるねあ,<ー>であとまあ地方分権っていうと、まあ、地方分権の唱えていた政党にいた いる？ああ<ー>、<laughs> いた。あら、もうそのサーあの今ちょっとあの維新という政党自体が <laughs> 今あの旬な分党でね、いろいろちょっと、うん、まあでも私関係ないので関係、うん、ないですね。<laughs> どうする？地方分権はもう答えや。もうこれはもうあのもちろん進めるべきだと思っていて、うん、やっぱりあのー、日本もね。 大きいので昔みたいにもう東京一極集中じゃダメなのはもうみんなわかっていることなので、まあずっと言ってるのが10個ぐらいに分けちゃって、まあそれぞれが一つの国として頑張ってやっていくっていうのも、まあもうそれはこれからしていかないと日本どんどんダメになってしまうと思います。うんうんうん、どう？いや僕地方分権すごい賛成です。うん、なんかアメリカまあこれもアメリカの話になるんですけど、うん、こう僕行ったそのウィスコンシン州っていうところって、うんうん、もう本当なんもないんですよ。うん、なんかもう全米の知名度を 本当49位ぐらいでまずなんかこうウィスコンシンって言った瞬間にこう笑いものにされるみたいなそういう州なんですよもう超田舎ですねんか僕行っただけで日本人来たって新聞の一面出ちゃうそういう田舎でで人よりも牛が多いって言われてるぐらい酪農の州なんですよでも群馬群馬行ってるよいやもう本当いや群馬とかよりもいやちょっと言っちゃわですけど鳥取みたいな感じですね本当もうそういう感じかみたいな なんですごいその、まあ、州ごとにいろいろ特化できる分、うん、田舎だから、教育超特化してるんですよ、ウィ、うん、スコンシン州って。うん、だから全米で毎年そのランキング取ると毎年1位か2位必ず入ってて、うん、そういうなんか教育がすごいしっかりして僕、留学生として行っても結構手厚く勉強見てくれたりして、うん、そういうふうにこう独自性出せてるので、うん、僕なんかアメリカ見てあなんかそういうふうにこう各州独自性出せるんだなという,ふうに思って、うん、それをなんか見たときにありだなという,ふうに思いました。うん そうだよ、ね、まあ、はい、あと俺がね、まあ、その政府内にいた立場として思うのはねやっぱやっぱ税って値決めじゃん基本的にやっぱ経営って値決めだからさ日本ってさ都道府県が自分で値決めしないんだよね、はい、で国が法律定めてそ,、ね、その中の一部欲しいみたいなだからもう地方消費税とかも 結構本当これ汚いなと思うんだけど消費税まあ5%から8%、10%に上げますと、うん、でそのうちのまあなんか2%ぐらいは地方自治体に残してくださいみたいなそういう工作してで、まあ、それでその、まあまあ、知,知事の、ね、連合体が、うん、それでもってはそれでまあじゃあ賛成しますみたいな流れになるんだけどで自分たちでこう税とかまあ一応設定できるんだけど、まあ、しないのね、うん、それは本当によくないなと思ってやっぱ税制っていうのはやっぱ基本本当に地方に移すべきだと思ってて。うん で日本でしかもさ財政的に自立している自治体本当少なくてたばこ税と消費税の一部と酒税の一部が、まあ、一応地方交付,税交付金っていうのを集められてあとからまあ分配されて、うん、鳥取鳥取県とかさ財政の80%ぐらいが地方交付金なわけそれがねこう一応ね、ね彼らはさ知事はねその中央とねまあ同等の立場と行政として,て言うけどいやそれ80%はもらっといてそれはないだろうと。うん そういうふういに思うんだよねだから結構俺地方分権のセットな議論でやっぱまあ都道府県制度見直しましょうみたいなことって絶対やっとかないとまあ中は独自で考えないとね、うん、俺ほんと忘れないのが都道府県にそのある権限を移譲しますっていう法律を作ったの、うん、したらその次の日から1週間ぐらい殺到したのが「どうすればいいですか?」っていう電話が殺到したのね。 自治体から。いやその権限は異常したんですって言っても。分かんないんだ。どうしたらいいかわかん。うんそうそうそう。ずっと頼ってる状態だから。そかんなくなっちゃってて、地方分権って賛成するのって知事だけで現場職員みんな反対するの。ああ。でも知事もじゃ知事は同州制ってなると同州制反対するんで自分の仕事の職がなくっちゃうから。そみんなこぞって全国のね組長さんが反対する方は反対しますねやっぱりそう。 だからそこをねちゃんとその見つめないとさ地方自治体も調子いいことばっか言ってるからさ、うん、今の都道府県制度維持して俺のところに権限がくれとであの権限くれとも税に関する権限はいらないよみたいなちゃんと地方交付税からお金配分してねみたいな、うん、都合のいいことばっか言ってるからさじゃあってちゃんと自分でお金も取るし自分で行政を責,責任取るっていう立場になんないとやっぱりねそのきちんとした行政って行われないからね、うん と,いうことでまあこんな地方分けど参議院改革っていうのは結構まあ積み残しの論点でここまでやらなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、最後で。うん、まあとはいえっていうことで、まあ、現在、まあ、多分政府の中の議論なんとかも盛り聞く限りは、まあ、こうまず一回改正しましょうと。 いう議論で、うん、まあ論点上がっているのはまあ9条、まあ、戦争法規とも96条改正要件 2>, 2項っていうところのまあ改正から、うん、まあ議論を、まあ、いくしちゃいましょうと9条実質的に、まあまあ、今の議論の中で集団的自衛権の解釈会見が行われたら、うん、まあそれ後追いなんで条文は、うん、まあそれとも96条の改正要件をまあ少し弱めて で少しか分かんない、うん、一応半分っていう案が自民党のメインだけど、うん、5分の3だか,かもしれないしね、うん、それで後から全部ついてこさせようっていうのが、まあ、今の起きてる流れですでまあこ,のここまでいろいろとあの述べてきたわけですけど最後にはそもそも論に帰って、うん、じゃあ2018年に憲法を改正するのが賛成か反対かと。 もう憲法改正賛成反対だけで最後に皆さんにアンケート問いたいと思います2018年につけてもいいかもしれ2018年に憲法改正、うん、どうなりますかねまあちょっと早い気もするんだよね、うん、まあ難しいとこだよね 確かに国民なんかそうなんか政治風土みたいなのが変わんなきゃいけないってあるからな。さアメリカみたいにね<う>ずっと考えてるわけじゃないからね。まあ根本,当、ね、本の教育からやっぱりやり直していかないと、うん、なかなか難しい。<う>うん、お、まあ賛成多いん、ね、ですね。今日73パ3.4パ。ー、うん うんそうね、やっぱ3そうだよねそう、はい、とはいえ、まあ、ちょっと今の憲法、ガタきてるからね、確かにね4年だからね、そうか、も二2014年その年。うん四4年間でね、じゃあ、<ん>オリンピックの前には変わってるかもしれないという、そう、ね、あそうですね、2020年ですもんね、うまあ一応、それまでにさ、その衆参同時で持っていくだろうから、3分2、3分リに取るとなると。 公明党との調整ていうのがあるんだけどね、自民党としては。まあ、票割りするからさ、公明党って。そうですよね。綺麗に票割りしますよね。神業ですよね。神業。徹底してますもん。すごいですよ、本当に。だって、落ちたことほとんどないもんね、公明党の議員がね。まだ知らない世界です次次の選挙あそっか、まだ今、二十歳になったばかりだから。統一選で初めて れれやっと選挙権ですよね、はいうん。ちょっと楽しみですね。そうですよね。はいうん、だってあの去年の参院選の後に19歳でしたっけ？19でしたね。選挙権がないのに選挙特番でコメンテーターされてびっくりしました <laughs>。それかクリスティンとかもそうだよね。あの日本人じゃないけど。日本人じゃないですね。青木さんいつ出れるのかなと思って。そうだだいぶ先ですね。5年間ぐらい。だから2018年に向けて、うん、何するかしていくかって結構難しい。 課題で、まあ、俺ができることつったら、こんな、まあ、番組、まあ、あの。こんな、こんな番組って言わないでください。こんな感じの、あの、番組を。まあ、やっていくことぐらいだけど、やっぱりさ。思うけど、議論が到底追いつかないよね。いや、そうですね。うん、やっぱ報道のあり方が兼ねいけないからさ、この、このレベルだったら、こういう議論できるけどさ。そもそも政治的忠誠、忠実なきゃいけないとかさ、ちょっと偏ったこと報道したらさ。なんか自民党が。 マスコミに猛烈に抗議して、うん、あのあの取材受け付けないとかさやるじゃない。うん、民主党もよとじゃやったけどで逆にマスコミもマスコミのでさ僕たちは中立ですみたいなさ、うん、中立な意見でなんかこう政治に関わる人出さないようにしますみたいなこと選挙直前やるんじゃない。日本独特な文化だからさ、うん、まあ日本独特っていうか、まあうん、まあ一種政治に関わっちゃいけない国、うん、中国とかさ、うん、そういう国 の文化だからさそういうものを直すっていうことをやっぱりやっていかないといけないんだけどそうそうメディアもそうだけど私たちもあのメディアリテラシーがそんな高くないのかなっていうのも思いますしね周りを見てるとだからまあ4年うのみにしちゃったりとかねすすごいみにしまねもっとこうなんだろう懐疑的に見て主体的に考えるっていうことをそれこそもう本当に幼い時からそういういろんなね政治 あの立場に立って議論をしたりとか、まあそういうことが本当に日本も必要なんじゃないかなって。四年だからね。四年。四年ではなかなか。だっていくら投票行けって言ったって行かないですしね。興味ないんですもん。十五年ぐらいかかると思うんですけどね。そうだよね。いやでもかかります。今五歳ぐらいの子からそういうことをこうじわじわやってって初めてこう徐々に現れていくと。で子供になると親に伝わるからね。そうなんですよ。結構大事。それ十年やったら変わると思うけどね。はい。 そそ,のそれや,やること自体がね、教育現場でね、やっぱ今、はびこってるからね、はびこってるって言い方悪いけど、<laughs> なんかこう、俺、基本的に俺が受けた教,教育を受けた人たちと同じ人たちが教育してるって考えるとさ、あのままに教育が行っててるわけだからね、その政治的,政治的スタンスになると、うん、そこを本当に直せるのかっていうのはね、うん、結構難しいよね。しいうわけで、まあ、ちょっとやや時間ありますけど、もう最後にかあ言、あの感想を。 青木先生に頂い,いて二十、はい、歳の熱いメッセージ <laughs> <laughs> そうですねなんかうんまあ久々にこういう話をさせてもらってまずすごい楽しかったなっていうのが率直な意見です、うん、でまあこう国民投票法の話も大学生って今<の>びっくりしてるコメントがそうそう今国民投票法の話もすごい議論になっていてでそれに伴ってこう選挙権年齢の話とかもあって、うん <laughs> まあ、そういう中でこうこれから まあ1年間まあ、だっまあ3年4年の中がすごいまあどう年齢が引き下がっていく勝負になっていくのかそういう中で僕たち自身も、まあ、若い子たち自身がやっぱり考えていかないといけない問題ななのいいけない問題だと思っているので、まあ、そういうふうに若い子たちにしっかりと考えてもらえるような環境を僕自身も作っていきたいなというふうに頑張ってくださいと。はい 頑張ってくださいと <laughs> いとと大事なこと2回言いましたと私、あのー、の今日青木さん来るの、すごく楽しみにしてたんですけど、すごいなんかね、ビンビンンすみません、あのすごく、なんだろう,、はい、こう、政治に対して、奮い立つというかね、っていうのは、はい、もう私、すっごいもう正直、2回選挙出たんですけど、はい、もうね、絶望してたんですよ、政治に関しては。はいうん 正直、まあこ,はい、こんなことこんな話、はい、ここでしていいか分からないんですけど <laughs> か、まあ、今日ちょっといろいろお話を聞いて自民党が55年体制に戻ってしまっておそらく、まあ、社会保障についても,もうこれから、まあうん、早くても10年ぐらいあとしか手がつけられないと思うんですよねだからその時に青木さんたちも30歳ですよね。 うん、だからこれから本当に日本を変えてくれる世代っていうことですごい期待してますので頑張ってくださいそんな中最後の「当時のことは初めから決めてまして。 僕と大和は、まあ、こんなことを話すつ,つも実は普段ウイニングイレブンばっかりやってますということで <laughs> 皆さんウイニングイレブンやってください,い一緒に住んでます <laughs> <laughs>、ね、一緒に暮らしてますシェアハウスのゲイじゃないのであのた,ただのシェアハウスなので <laughs> ということで今日は皆さんありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs>